出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。煽り運転をする人の心理、その背後にある要因と理解するための考察。皆さん、こんにちは。今回は煽り運転について深く掘り下げ、その背後にある心理や要因について話していきます。煽り運転は道路上で起こる危険な行為であり、その理解と対策が重要です。では考察していきたいと思います。 1. 煽り運転の定義と事例。まず最初に、煽り運転とは何かを明確に定義しましょう。煽り運転は他のドライバーに対して意図的に攻撃的な行動を行うことを指します。具体的な例を見てみましょう。事例、煽り運転の例として、車間距離を極端に詰めたり、車線変更を妨害したり、無理な追い越しをしたりする行為があります。さらに暴言やジェスチャーを行うこともあります。これらの行動は他のドライバーに対して恐怖や不安を与え、交通事故の危険を高めることになります。 2. 煽り運転の心理的要因。なぜ煽り運転をする人々が存在するのか、その心理的要因について考えてみましょう。ストレスと苛立ち。ストレスや苛立ちは煽り運転の主な要因となることがあります。例えば、仕事のプレッシャーや家庭の問題などがストレスの原因となり、それが道路上での攻撃的な行動につながることがあります。人格の特性。煽り運転をする人々には攻撃性やイライラしやすさといった特定の人格の特性が見られることがあります。彼らは他のドライバーに対して支配的な態度をとり、自己主張をするために煽り運転を行います。ただし、煽り運転をする人々は少数派であり、全体の一般的な心理状態ではありません。煽り運転は非常に危険で、法的にも問題がある行為です。 3. 煽り運転への理解と対策。では、煽り運転への理解と対策について考えてみましょう。道路上での安全な環境を確保するために、私たちができることは何でしょうか。冷静な対応と激化回避。煽り運転に遭遇した場合、冷静な対応が重要です。相手との激化を避けるために、穏やかな態度を保ちましょう。怒鳴り合ったり、報復行為に出たりすることは避けるべきです。また、相手が降りてきたら窓を閉めてドアにロックをかけ、自分の身を守りましょう。安全な距離の保持とスムーズな運転。他のドライバーとの安全な距離を保つことは、煽り運転を予防するために重要です。また、スムーズな運転を心がけることも大切です。車線変更やウインカーの使用など、予測可能な行動をとることで、他のドライバーとの摩擦を減らすことができます。通報と証拠の収集。煽り運転を目撃した場合は、速やかに警察に通報しましょう。また、車両のナンバープレートや状況の写真や動画を撮影するなど、証拠を収集することも重要です。これにより、犯罪行為としての煽り運転を追及することができます。特にドライブレコーダーをつけることをおすすめします。ドライバー教育と啓発。自分自身の運転技術と交通ルールの理解を深めるために、
定期的なドライバー教育を受けることが重要です。また、煽り運転のリスクやその被害を広く啓発することも大切です。優れた運転文化の醸成。自身が他のドライバーに対しても思いやりのある運転を心がけることで、良好な運転文化を醸成しましょう。他のドライバーへの配慮やルールの遵守は、煽り運転を減らす一助となります。煽り運転をする人をリーダーにしてはいけない理由。道徳の欠如。リーダーは道徳を示すべきです。煽り運転は道徳的な問題だけでなく、社会的なルールやマナーにも反する行為です。リーダーは模範となるべきであり、他の人々に良い影響を与える行動をとるべきです。煽り運転をする人物は、そのような道徳や倫理観に欠けている可能性があります。煽り運転の罰則。2020年6月30日に施行された妨害運転罪により、煽り運転が厳しく取り締まられるようになりました。この法律の下では、煽り運転を行った場合、以下のような罰則が科される可能性があります。免許取り消し処分。煽り運転が認定された場合、免許取り消し処分となる可能性があります。これにより、免許証が取り消され、一定期間の運転が禁止されます。懲役刑及び罰金。煽り運転が重大な結果をもたらした場合、刑法上の妨害運転罪が適用されることがあります。これにより、最長5年の懲役刑や罰金が科される可能性があります。具体的な刑期や罰金の額は、裁判所の判断によります。妨害運転罪の目的は、煽り運転を厳しく取り締まり、その危険性を啓発することです。道路交通の安全確保と他のドライバーの保護が主な焦点となっています。ただし、具体的な罰則は個別の状況や判決によって異なる場合があります。最新の情報や詳細な法的解釈については、法律専門家や公式の情報源にご相談いただくことをお勧めします。まとめ。煽り運転は社会全体で取り組むべき問題です。私たちは自分自身の運転行動を見直し、他のドライバーとの共有道路を安全かつ快適に利用する責任があります。みんなで協力し、煽り運転を撲滅するための取り組みを行いましょう。安全な道路環境を作り上げるために、私たちの行動が重要な役割を果たします。今回は、煽り運転についての心理と対策について考えました。心理的要因を理解し、対策を講じることで、私たちはより安全な道路環境を実現できるのです。皆さんも自身の運転に注意し、互いを尊重しながら安全なドライブを楽しみましょう。ありがとうございました。以上、私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは、簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、
いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。